なんていうのかな、頭はもう硬くたれ、ひもなんて、こうなってた。ミントの中でも他のいい子を選んだ理由は何ですか？お母さんが選んだかな。りっちゃんはエレクトーンや ピアノ以外に、お外遊びと室内遊びどちらが好きですか？お外遊び。コーディネートはりっちゃんが選んでいますか？それともお母さんが選んでいますか？お母さんと2人で選ぶときもあるし、お母さんが準備するときも。りっちゃんの洋服はどこで買っていることが多いですか？ユニクロ、ネット、楽天。りっちゃんの愛用しているシャンプーは何ですか？見たことはあるけど、名前は知らない。どの髪型が一番好きですか？ポニテ。りっちゃんは気を見しているときに難しいリズムができないらどうしてますか？わかんないときはお母さんに聞いてるか。お母さんはわかんないから調べる。先生に聞く。試験盤はいつから練習していましたか？いつだっけ、覚えてないかな。左足の練習はどんな風にやっていますか？楽譜見て、あ、ここかやる。りっちゃんの今のエレクトーンに至るまでの基礎や経緯を教えてほしいです。今前線に通われているとのことですが、コース選択はりっちゃんの希望で決めたのですか、それとも先生の推薦でしょうか？先生に言われてやろうと思った。流線を決める時の気持ち、よし、これからはもっと辛いの頑張るよ。学校のお友達や先生はりっちゃんの YouTube のことを知っていますか？またお友達や先生の反応を知りたいです。友達は YouTube 知ってる人何十人かはいるけど、先生はそんなに知らないかな。お友達はりっちゃん YouTube やってるでしょ。うまく弾けない時はどうしてますか？弾けないときは何回も練習する。諦めるのがもう嫌だから、明日になってもう弾けるようになりたいから何回も練習する。今まで演奏した中で一番感動した曲は何ですか？エレクトーンはカノンで、ピアノではベビーゴッド。りっちゃんは7級から6級の曲を弾いていますが、5級から3級の曲は弾かないのでしょうか？5級も弾いてるけど、4級と3級は弾いたことない。途中でやめたいと思うことが多いです。りっちゃんならそういう時どうやって気持ちを切り替えますか？でもやめたいなっていう気持ちはそんなやったことはないからわからないから。りっちゃんは3年生の中何を頑張りたいですか？エレクトーン頑張りたい。もう頑張ってるけど。学校ではどの教科が好きですか？苦手ですか？算数が苦手で、音楽が好き。学校も好きだけど。ポン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 。もう一回言って。いっぱいで、お気に入りの曲は千本桜。まだ YouTube には出してないけど。個人的にお母様の投稿されていらっしゃいますか？いる。グループはいない。お楽しみに聴いている曲の楽譜はどこで入手していますか？コンビニ行って、そのコンビニでコピーできるからコピーしてる。絶対音感はいつ頃つきましたか？何か訓練はしましたか？わかんない。りっちゃんは曲を作るのと弾くのどっちが好きですか？どっちも。曲の発想力はどこから湧いてるというか、ポーンと曲が浮かんじゃう感じなのですかね？先ほどの時はなんかいろいろなメドリーを思いつく。練習のモチベーションを上げる方法はありますか？何時間も練習する。平日何時間くらい練習していますか？4時間。どうすれば感情を込めて弾けるんですか？教えてくれると嬉しいです。その曲のイメージを、それで、自分が演奏したい感じで自由に弾く感じ。りっちゃんの想像力ってどの段階で湧いてくるものなのでしょう？不要目の時にもう覚え出す。今の目標は何ですか？天本だからバナが転がっちゃうから転がらないようにしたい。プライマリーで一番好きな曲は何ですか？聞かせてください。プライマリー覚えてない。
おばあちゃんになっても続けたい。